アンドリュー・リッジリーは、イギリス出身の元ポップシンガーソングライター、ギタリストで環境主義者。ジョージ・マイケルと共にポップデュオであるワムで活躍した。兄のポール・リッジリーは、バナナラマのドラマー。イングランド南東部のウィンドルシャムで、エジプト系イタリア人の父、アルバート・リッジリーと、イギリス人の母、ジェニファー・リッジリーの間に生まれる。 ロンドン郊外のハートフォードシャー州ブッシーで少年時代を過ごした。母が教師を務めるブッシーミーズスクールに入学し、そこでジョージ・マイケルと出会った。1979年にジョージと共にエグゼクティブを結成する。メンバーはジョージ・マイケル、アンドリュー・リッジリーのほか、アンドリューの兄のポール・リッジリー、デビット・オースティン、アンドリュー・リーバーの5人。 複数のレコード会社に持ち込むが相手にされず、後に解散する。そして1981年に WAM を結成する。WAM は世界的な成功を収めて1986年に解散する。WAM 解散後、モナコに移住してレーサーに転向。フランス F3 選手権に4000ドイツ F3 選手権に2000参戦するが、荒々しいドライビングから、 たびたび事故を引き起こしたため、思うようにスポンサーもつかず、成功を収められないままロサンゼルスに移住した。1990年に、イギリスへ帰国後、CBS ソニーレコードから、ソロアルバム、サン・オブ・アルベルト及び、シングル2枚をリリースするが、セールス的に失敗し、レコード会社との契約も解消され、以後は、第一線での音楽活動からは退く。その後、 兄弟と共にサーフィンに興じていた際、水質汚染が原因で兄弟が感染症になったことがきっかけで、彼らの回復後、環境保護主義者としての活動を始める。現在はサーフィン用具の製造会社の共同経営者を務め、環境活動も積極的に行っている。2006年12月に、ジョージのソロ公演にゲスト出演し、20年ぶりに二人で、 ステージに上がり、ラストクリスマス等を演奏。2007年にもレコーディングを行ったとされるが、ワムの再結成には至らなかった。バナナラマのカレン・ウッドアードとは、結婚はしていないが1990年以降、同居していたものの、2017年夏に別居となり、同年末にパートナーを解消した。ゴルフは、ハンデ12の腕前で、 プレミアリーグのクイーンズパークレンジャーズ FC の熱心なファンとしても知られる。ビルボードの最高位はサン・オブ・アルベルトが130位、シェイクが77位、レッドドレスはランク外。なお、メキシコがサードシングルとして発売される予定であったが、発売中止となった。理由は不明。ありがとうございます。